それはうつつか狭間の夢か。永月をめぐり争う七人七鬼に最低者より知らせが届く。集えよ雑種、新たなる桃園の始まりだ。謎多きことの葉に導かれるがまま、彼らは未知なる戦いへと身を投じんとする。来たか。待ちくたびれたぞ。これで全員。では始めるか。緊張せよ、月に群がる雑種ども。この俺が義のルーラーとして告げる。今この時より、貴様らの定めはこの英雄王が掌握した。その手で願いを叶えたいか、無二の栄誉へ至りたいか。ならばこの地でその意を震え、並み居る敵を残らず退けてみせよう。勝ち残った者には俺が褒美を与えよう。例えばそう、月よりも輝く願望期とかな。さあ、時は来た。ここに慶安親善試合の開幕を宣言する。うわハハハハ。御前試合どころか親善試合だなんて、随分と気前の良いことで、どこの誰かは知らないけれど承知したわ。武蔵の一刀、ここに報じてくれましょう。いやいや、ちょっと待っとくれよ。そこの旦那さん。俺はちりめん問屋の若旦那であって、断じて旦那ではない。そこは注意せよ。よいな。はいはい、それじゃあ若旦那さん、もう少し細かく教えておくれよ。私たちがなんでこんな場所にいるのか、さすがにさっぱりなのさ。まったく、さじにこだわるものよ。この俺に死を抹殺に至るまで懇切丁寧に説明させるつもりか。ああ、悪いけど頼むよ、若旦那さん。王の手を煩わせるとは万死に値しようが、まあよい、俺の寛大さに感謝するのだな。で、何を聞きたいのだ。そうか、ならほどな。それで武蔵ちゃんはいいとして、あんたまで巻き込まれちまったのかい。ははん、これは救済措置ってやつかしら。うん、他の主従はマスターもサーヴァントも戦える相手が揃ってるでしょ。でも太夫は別、剣士でも魔術師でもないものね。戦うのは私だけ。それじゃあ不公平だろうから、救済措置として異常負算を味方につける。まあそんなところでしょう。私としては短期全然ありなんだけど。私の代わりってことかい。英霊2期じゃ逆に釣り合わなさそうじゃないか。
そこはホラン、私たちはバーサーカーだもの。暴れ回るが霊気の定め、阿吽の連携なぞ知ったことか。そんな2期ならまあいいんじゃないぐらいの最低でしょう。はあ、2人にばっかり戦わせて悪いけど、それならこの試合も頼んでいいかい？もちろんですとも。バーサーカー殿もやる気満々よね。好き放題暴れて願望機とやらをゲットして、太夫の願いを叶えるとしましょう。ほう、その顔、覚悟は決まったようだな。では第一の試合を開始する。さてと、彼の言葉通り玉縄まで来たわけだけど、バーサーカー殿、どうか私に遠慮せず好きになさいな。無事に着いたようだな。おっと、若旦那は高みの見物かしら。当たり前であろう。俺ともなれば天より語るなど造作もなきこと。では改めて、これより第一の試合を始める。ここでは貴様らの知恵と気骨を試す。いずこかに我が秘蔵の宝物を隠した。各所の手がかりを頼りに見事探し出してみせよ。要するにトレジャーハントね。すごい勢い。ルール分かってるのかしら。ふん、まったくこらえの効かぬやつだな。まだ説明は終わっておらぬという。俺は試合と言ったぞ。宝物を求める者、貴様らのみと思わぬことだ。宝は一つ、求めるは二組。つまり早い者勝ち。しかり、あえて若旦那らしく言うならば、先着販売売り切れごめんというやつよ。対戦相手は彼が吹き飛ばしてくれるでしょう。そこをさっそうとお宝ゲット。それでどんなお宝を探せばいいのかしら。こたび貴様らが求めるべき宝物は、星々よりきらめき、太陽よりまばゆき超一品、美の具現たる俺の黄金像だ。三千たる輝きを前に腰を抜かしてくれるなよ。黄金像か。腰を抜かすほどの輝きの。興味はあるようなないような感じだけれど、無論やるからには勝ちましょう。新面武蔵、いざ出陣。うん、では特有形。我が道を阻むか、カイども。宝探しに危険はつきものってことかしら。それ！
よし、一丁上がり。バーサーカー殿、何か見つけてきたの？ああ、惜しい。確かに神々しいけど、ちょっと違う。もっとギラギラ輝く黄金の像なのです。頑張って探していきましょう。あ、バーサーカー殿、ちゃんと元の場所に返してきてね。それにしても今の仏像、なかなかの出来栄えだったな。ま、それはさておき、私も負けじと聞き込みと参りましょうか。黄金の像、そんなもんあるなら俺の方が欲しいね。それよりさっき大男が走ってったのを見たか？恐ろしい形相でびっくらこいたぜ。金色の変な像。ああ、あれかい。拝めば子供を授かるっていうお地蔵様の。え、違う。じゃあわからないね。なあなあ、さっき町の方に珍妙な像を抱えて売ってるアキンドがいたんだが、その像、黄金色に光り輝いてたんだ。本物の黄金かな。だったら欲しいよな。黄金の像を売る商人ねえ。町の方へ行ってみましょうか。あなたもこっちに来てたのね。あら、かわいいワンちゃん。よしよしよし、この子がどうかした？うんうん、かわいいかわいい。ああ、そっか、毛並みの黄金を見ちゃったか。確かに黄金の毛並みは美しいですが、残念なことに象じゃありませんので。探しているのはあのルーラーの像。可愛さや神々しさはひとまず置いておきましょう。と、どこからか漂うこの匂い、鰹節と昆布のかぐわしきハーモニー。これは、ジュルリ、うどんの気配です。腹が減っては戦はできぬ。もちろん黄金像探しも忘れちゃいけないわ。聞き込みしながら向かいましょうか。象を扱う商人さん、うどん屋のところにいた気がするけど。ああ、さっき見ましたよ。象の担ぎ商いが船着き場の方に行くの。でも気をつけてくださいね。怖い大男がそっちに走っていったばかりですから。これはもう、うどんを食べろと天が言っているのでしょう。バーサーカー殿ったら慌てんぼうね。うどんは逃げていかないわよ。ま、お腹すいたし仕方ないか。え？
英霊はお腹空かない？それはまあ。人の食事を阻まんとする輩、どういうことになるか分かっていような。妙な気配を感じるけど、まあいいわ、今はうどんうどん。すごい食べっぷりだな、お客さん。お代はちゃんとあるのかい？もちろん。こう見えて吉原は三浦屋の用心棒、懐はそれなりに温かいのです。ん？何かを忘れているような。随分と悠長ではないか、バーサーカー。この試合もはや裁定を下すべきか。普段はさすがにこんなことは。これもバーサーカーの霊気ゆえかしら。このまま終わっても面白くないゆえ、俺が自ら声をかけてやったのだ。我が寛大さに心より感謝し、せいぜい気骨を見せよ。その心に感謝。はあ、アップな。いいかしら、店主さん。この辺に象を売る商人が来たと聞いたんだけど。ああ、見たよ。あんたらが来るちょっと前にな。けど、妙な男に連れてかれちまって。あっちゃ、出遅れたかしら。それで、どっちに向かったかわかる？高徳院の方だよ。商人は真っ黒の着物を着てるから。すぐわかるさ。ありがとう、店主さん、助かったわ。おいしいうどんごちそうさまでした。さーて、腹ごなしに行きますか。何やらワクワクしてしまう気配。あら、バーサーカー殿、先についてるなんて相変わらずの爆走っぷり。ん？そこに倒れているのは誰かしら。黒い着物、象売りの商人さん。ふむふむ、なるほど。ここに着いた時にはすでに。失礼。そこ奇襲狙ってる？悪いけれど気づいてしまいました。出てきなさいな、試合相手さん。勘のいい野郎で。申し訳ありません、マスター。魔力を嗅ぎつけられたものかと。構わねえよ、象はすでに俺たちのもので。ついでに引っかかる間抜けを燃やしてやれればとでも思ったが。あっちゃ、これは不覚。象を取られた後だったか。武蔵ここに敗れたり。ええ、この試合は私たちの。両者待てい。あら、若旦那さん。この勝負、
確かにランサー陣営が宝物のもとに先にたどり着いた。だがこれで勝負を決めてしまってはこの俺が全くもって面白くない。なんだと？ついては我が裁定を述べる。我が宝を欲する者はそれにふさわしい気骨を示すのだ。己の力を振り絞って戦い、最後に立っていた者が宝物を手にする。つまり第一の試合の勝者となる。いざ尋常に戦うがよい。ああ、そうなの。そういうのありなあれね。余計な真似を。ランス。承知しました。黄金像は必ず守り抜きましょう。もらえたんだもの。うどんのためにも負けられない。祈りましょう。ナム天満大自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯。イサラ大戦勝。私の二刀とあなたの二刀、どちらが上かしら。比べる意味もないものかと。そこまで。第一の試合、バーサーカー並びにはぐれのバーサーカーの勝利。私たちの勝ちでいいのよね。黄金像ゲットです。バーサーカー殿も頑張ったものね。太夫が褒めてくれるわよ、きっと。くそ、こんなふざけた奴らに俺は。申し訳ありません、マスター。それじゃ太夫の待つ闘技場へと戻りましょう。悪くない健闘ぶりであった。何言ってるんだい。悪くないどころかすごかったよ。二人とも無事で戻ってきて、試合にも勝ってくれてさ。けど結局戦って決着つけるんじゃ、宝探しの意味が果たしてあったのやら。俺こそが親善試合の規則ゆえに、俺の言は絶対よ。まあ楽しかったからよしとしましょう。でこの像はもらっちゃっていいの？俺を楽しませた褒美だ。ありがたく受け取れ。次戦はいよいよこの闘技場で行う。開始の時まで観覧席にて身を休めておけ。時がないか。良きかな。愉快。うん。うむ。戯るか。
ああそうだ、先に授けた黄金像だが、ただ眺め回すだけが使い道ではないぞ。ではどう使うのか、答えを知りたくば斧が足にて探し当てるがよい。何かしらね。屋台で食べ物と交換とかなら嬉しいのだけど。大義であった。納め立て祭る、これでいいのかしら。バーサーカー、あなたのマスターはただ人、不測の事態にご注意を。あの、それでお願いいたしんす。なんだか大層な試合に巻き込まれちまったね。次も気をつけておくれよ、武蔵ちゃん。結局のとこサーバンと交えての争いだ。何が起こっても不思議じゃないからね。心配ご無用、私と彼にお任せあれ。頼もしいね。私も精一杯応援させてもらうよ。バーサーカー殿のご機嫌ね。太夫に褒められたの？支度は済んだか？頑張れよ。江戸に住まいし雑種どもよ、この豪華絢爛な闘技場によくぞ集った。平安親善試合、その第2の試合が間もなく開始する。実はすでに第1の試合が取り行われたのだが、貴様らに見せるのは手間なので以下略とする。これより舞台に上がるは、晴れて第1の試合の勝者となった2組の主従どもである。いざ刮目せよ、挑戦者入場。西からはバーサーカー、そしてはぐれのバーサーカー、双方いでよ。よもやの例外にして、よもやの英霊二鬼とはな。俺が参戦を許すのは、無論その無軌道ぶりゆえよ。強戦士が二鬼並ぶなどと、古今東西においてもかなりの見もの。共闘の合理、やれるものならやってみせよ。東からは宮本伊織とセイバー。またも長屋を粉砕したと聞いたぞ。長屋の建築王にでもなる気か。無念だろうが、我が試合場は堅牢鉄壁、破壊不可能。とはいえ宝具を持ち出されてはかなわんか。まあ好きにやるがいい。やるからには徹底して破壊して回るも一興よな。さあ試合開始の合図をとくと待てい。そっか、ここであなたたちと当たるのね。師匠、いえ、これも良い機会でしょう。こたびは胸を借りさせていただきます。
気をつけなさい。こっちは何せバーサーカー2機、一部のスキーコール即死と心得よ。バーサーカー殿、可愛いヨリ君とセイバー君でも手加減無用。なんという気迫、この私でさえ気は抜けぬ。言わんや君は分かっているな、ヨリ。無用な心配だ、セイバー。師匠相手に微塵も余裕など持てるものか。どこまでかじりつけたものか。それはそれでダメではないか。やるからには勝つという気概はないのか。気概で勝てればな。とはいえ俺とて負けるつもりは毛頭ない。うん、その息です。二人とも作戦会議は大丈夫？特別にたっぷり時間をかけても許しちゃう。許すわけがあるか。こちらにもこちらの都合があるのだ。さっさと所定の位置につけ、創造し雑種どもめ。師匠、お手合わせ願います。残念でした。でも、楽しみです。イオリ君、セイバー君。さて、両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負、第二の試合を開始する。相手にとって不足なし。共に参ろう、バーサーカー殿。セイバー、分かった。これはどうだ。活目せよ。活目なさい。すまねば。師匠は強い。まだ俺は立っている。甘い。その剣、未だ武蔵に届かぬと知りなさい。見せてやる。聞くものか。愉快、愉快。死ねない。両者そこまで。第二試合の勝者はバーサーカー並びにはぐれのバーサーカーである。さすがです、師匠。それにはぐれのバーサーカー、貴殿もやはり凄まじい。うむ、悔しいが、うむ、共にバーサーカー、連携は取れぬはずと侮った。見事に押し切られてしまった。ふっふっふ、こういう言葉があります。パワーイズパワー。なるほど。あれ、イオリ君わかる？あのね、今の表現のちょっと面白いところは。何をグダグダと話しておる。この後も試合が目白押しなのだ。これにて第二の試合は終了。貴様らは残らず観覧席へ戻れ。親善試合ね。やはり抜け出ていたか。まったく、余計な手間をかけさせよって。こうなっては
今はまだ叶わぬとしてもいいでしょう。いつかと言わず、いつでも受けて立つわよ。あとでもう一度勝負だ、武蔵。うーん、かわいい。セイバー君、悔しがるお顔もキュートだわ。あらまあ、あと一回勝ったら優勝かい。二人ともすごいもんだ。えへへ、そうでしょう。私たちこう見えて相性バッチリなのです。ここまで来たなら勝ちを願っちまうね。さっきの試合、見事な勝利でした。どうも。あなたたちに勝ったからには負けられないしね。ちっ、支度は済んだか。頑張れよ。手に汗握る激闘、胸を打たんばかりの決着、闘技場で繰り広げられた数々の戦い、貴様らはそれらを目撃したのだ。十二分に心に焼き付いていよう。平安親善試合決勝戦である。舞台に上がる資格を残すは二組の主従のみ。いよいよ全てを手にする勝者が決まる。いざ刮目せよ、挑戦者入場。西からはバーサーカー、にハグレのバーサーカー、その愚かしいともいえる強力で道を開く者どもよ、俺が許す。最後まで走り抜けるがいい。東からは由井小雪とライダー。自然の緑ごたる貴様がなぜ人の世にそこまでこだわるかは知らぬが、まあよい。傍らの黒き鎧武者、うまく御することだな。さもなくば、諸刃となろう。それでは、試合開始の合図を、とくと待てい。小雪ちゃんとライダー、相手にとって不足なしね。貴殿らは英霊二期か。マスターは観覧席か。うっすら理由はわかるかもしれないけれど、こちらにもいささか事情がありまして、このバーサーカー殿が代役と若旦那さんの裁定が下ったというわけです。なるほど。あの裁定者のやることに気をもんでもせんかたない。我らは与えられた勝負に邁進するのみ。ライダーは英霊二期ともいえ、強戦士が二期、スケール付きは大きいかと。言ってくれたな、大男と見まがうガランド。手加減なしの真っ向勝負、力と力が合わさってパワーとなると知りなさい。ザレ事を早速今日発した。あっはっはっは、どうでしょう。
両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負よ。ついに決勝戦を開始する。さてバーサーカーども気合い入れてまいりましょうか。ナム天満大自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イサナ大戦勝。ライダー、あらし、心配はいりません。かようなあら、これは何が。ライト、はあ、小説、あなたはどうかそこにてお待ちください。あなたがまた抱く刹那に、他の狂戦士どもの首跳ね落としてみせましょう。いざ、オラ様に吐けるがよい。ライダー、ライダー、一体何が起きて。死体はわからないけれど魔力戦力増大と見た。なるほど、これはさらなる難敵の予感。ええ、バーサーカー殿、一気に決着をつけましょう。危機迫るとはこのことか。いいわ、ならば鬼をも切ってみせましょう。よし、それで、いずこの鬼人か、いずこの神か、いつになったら姿を現すのかしら。さっきからちょいちょいちょっかい出して、気にするなというのが無理というもの。出てこないなら好きに暴れちゃうわよ。要は神である。命の群れ、儚き者、愉快愉快、そうさな、見えとするもよし。なんちゃって、あは。驚いた？まあこれはなんとも。あらら、もっと驚いてくれると思ったのに。驚いてるわよ、こんなところで神にまみえられるなんてね。
その真意、身に覚えがある気もするけれど、一体どこのお山の神様かしら。伊吹童子、邪智暴虐なる三大化粧の一角、日の本最大の災害流ヤマタノオロチ、その分け御霊が一つよ。へえ、伊吹大明神の、それはまた。パチパチパチ、さすが土御門康弘くん、紹介してくれてありがとう。土御門？義の見届け役よね。どうしてここに？ああはい、そこの女子、細かいことは気にしないで楽しみましょう。改めて自分からも名乗っておくわ。ごほん、私伊吹童子というの。いろいろあって限界したはぐれのサーヴァント、今回はあ、そうそう、ルーラーです。仲良くしてね、二人と観客席の美人さんもね。ああ、うんうん、なるほどね、なんとなく分かってきたわ。神前試合って一体いずこの神様の御前か首をひねっていたわけだけど、あなただったってわけ。大正解。もとよりこの試合っていうのはね、ここに限界した私を封じるための儀式なの。だからその名も神前試合。そうよね、王様。ふん、分かっているならばおとなしく封じられておけ。いやよ、ベーダ、せっかく限界したんだもの、たっぷりじっくりこの時代を味わわなきゃ。知事に咲き合う活気の花と、ほのかに漂う無情の匂い、人の営みに混じって思いっきり楽しむの。そのつもりだったのに。もう康弘くん、そんなのされたら新郎で死ぬって顔しないの。実際こうしておとなしくしてるわけだし。がっかり。ねえ王様、あの黄金のお酒ちょっと反則じゃなくて。酒？ああ、ヤマタノオロチの伝説。遥か昔、神代のこと、ヤマタノオロチは酒に酔い首を落とされたとか。神話の際は謎に頼るのはゴーハラだったがな。だがあれは凡客の英霊とは訳が違う。尋常の魔術謎では尾の先さえ召喚かなわぬ正真正銘の神霊の類よ。ただ一気で関八州ごと江戸を滅ぼしかねん。江戸を滅ぼす。まったく、俺の遊び場を沈められてたまるか。故に直ちに封じてやったのよ。神気あふるる相手であればいかようにもやり口はあるからな。我が黄金の美酒にて眠りに落ちたとなれば、あとは魔力を枯らしてやるのみ。いかに強大であろうとはぐれのみ、魔力が尽きれば座へ帰ろうからな。なのに出てきちゃったわけ？しかり、よもや儀式の途中で目覚めようとはな。それはまあね、康弘くん。名で呼ぶな。貴様、風のうちから何か仕掛けたな。それよりも、こうして無事に出てこられたわけだし、せっかくだから私も混ぜてちょうだい。
これって親善試合なんでしょ。なら最後はちゃんと神様が見定めなきゃね。ね、いいでしょ王様。私江戸を沈めちゃったりしないし、全部終わったらちゃんと帰るしね。お願い。よかろう、伊吹同士、貴様の参戦を許す。わっ、さすが本物の王様は気前いいんだ。あら、いいの。熟考の末の決断よ。封が解かれた今、もはや奴を縛る術はない。ならばいっそ試合に組み込んだ方がもろもろの手間が省けるというもの。うんうん、話が通じる王様ってほんと好き。康弘君もそれでいいわね。はあ、もう好きにせよルーラー。言ったわね。もちろん好きにするわ。さてと、見ればわかることはわかるけど、あえて尋ねてみましょうね。胸に抱いたその願い、叶える覚悟はあるかしら。楽しませてね、二人とも。山の神様には詳しくないけど、この世ならざる麗しさとはこのことかしら。好きよ、新年の差し。あなたは魔も神も等しく切り殺すような人だもの。見えた、切れ。楽しいわね。もっと盛り上がっていきましょう。だから見せよ、願い叶えたくば、お前の魂を見せよ。ひどいものを見せるじゃないか。私の覚悟を問うてるのかい。それならいいさ、何度だって見つめてみせる。何度だって、最後までね。まさかの旦那、お願いできるかい。武蔵ちゃん、さすがは太夫、弱みを突かれても揺らぐことなし。一刻も早く全て打ち払ってくれましょう。我が刃、切れぬものなし。刮目なさい。この感じ、ずっと続けていたいくらい。
あなたはどうかしら。気が合うじゃない神様。私もよ。そっか、あなたたちそういう目で私を見るのね。いいわ、そういう子って私の好物。王様王様、この子たちいいわ、とってもいい。あなたも一緒に遊ばない？こんな機会めったになくてよ。今ならなんと頼れる味方のお姉さん付き。たわけ、中立たる主催であることを抜きにしても貴様と組む謎をもってのほかよ。王様釣れないんだ。ああ、もしかしてお姉さんと組むの恥ずかしがっちゃってる？そうかそうか、さては貴様、手ずから沈められたいのだな。それもいいけど、やっぱり初志貫徹、二人でやりましょうよ。あちらも二人、こちらも二人、それが一番気持ちよさそうだもの。組んでくれなきゃ、もっと暴れちゃうぞ。神というのはどいつもこいつも王の慈悲だ。我が寛大さにむせべよ、悪心。はーい。とびきり偉い神様に、とびきり偉い王様、これは切りごたえのありそうなコンビですこと。ノリノリね。そうそう、どんな試練も楽しんだもの勝ち。全くバーサーカーどもめ、そのありさまでは勇み足で転倒するが定めと知れ。準備と覚悟が済み次第知らせるがよい。あまり俺を待たせるなよ。お願いいたしんす。どうか。支度は済んだか。頑張れよ。よし、それじゃあ第二ラウンド行くわよ。俺を退屈させるなよ。答えましょう。一刀三敗、無限を破りゼロに至る、イシャナ大戦勝。許す、洗わない。この道大した傷もつくまい。遠慮せず挑め、雑種ども。この俺によくぞ。だがかすり傷よ。そろそろ参ってきたんじゃないかしら、ルーラーさん。そこだ、やっちゃえ武蔵ちゃん。ジェルカだ、王様バイバイ。気が抜ける応援をするくらいなら好きに暴れておけ。
押されておるではないか。大満足。それじゃ王様、ここに全ての勝負は決した。こたびの慶安親善試合、その栄えある勝者はバーサーカー並びにはぐれのバーサーカー、そして高尾太夫。パチパチパチ、おめでとう3人とも。本当に勝っちゃったのね、武蔵ちゃん。それにあんたも。冗談でも嘘でもないわ。ほらほら、ちゃんと胸を張りなさいな。あなたたちは私を満足させてくれました。パパの名のもとにその勝利を認めます。できれば首を落としたかったけど、今は大名人のお墨付きで満足しておきましょう。あたしまで混ぜてもらっていいもんかね。いいでしょう、そういうルールなのだし、素直に喜ぶが吉です。さてと、それじゃあお姉さんはそろそろおいとましようかしら。あれ、もう行っちゃう？ええ、今はこれで満足。人の営みを思う存分満喫する。私はそのためにここへ来たのだけれど、こんな面白い子に会えるだなんて、我ながらすっごくラッキーだったかも。それにあなたとはなんだか趣味も合いそうだし。神様にそこまで言ってもらえるなんてなんだか恐縮しちゃうけれど、こたびの親善試合、いい経験になりました。いつかどこかでまた会いましょう。ええ、いずれまた。あなたも楽しませてくれたわね。愛に生きるバーサーカーなんていいもの見たわ。マスターのいないハグレ、一体どんな因果で呼ばれてきたのやら。それと花香るマスターのあなた、個人的には肩入れしてあげたいのだけれど、あなたの歩む道はあなたのもの。頑張ってね。なんだかよくわからないけど。そうさね、こうと決めたからには精一杯やってやるさ。これでいいかい、お姉さん。うん、ひとまずはこんなところかしら。それじゃ皆さんお世話になりました。安弘くんもいろいろありがとう。またね。ようやく失せたか。では改めて、バーサーカー並びにはぐれのバーサーカーよ。実に雑種らしい涙ぐましき奮戦であった。ほんの余興の割にはなかなかどうして楽しめたぞ。ほんの余興ねえ。まあいいわ、それより早く太夫に。わかっている、約束通り勝者の栄誉願望記を授けよう。だがその前に一つ言わねばならぬことがある。ん？
あの邪神目が暴れ回ったおかげで願望期にたまる魔力はわずかばかり減じた。むむむ？ってことは太夫の願いは。慌てるな、粗骨者。減じていようと莫大な魔力には変わりない。あらゆる願いとまではいかぬが、身の丈に合った願いであれば叶うとも。それはそれは、ま、仕方ないと割り切るしかないか。願いの全部は叶わないかもだけど、いいかしら、太夫。本当に私が願っていいのかい？あんたたちが勝ち取ったもんだよ、それは。いいのよ、伊吹童子じゃないけど、私もあれと戦えて大満足。あなたも太夫のために戦ったんだものね。うん。ありがとね、二人の思いありがたくいただくよ。うんうん、好きに願いなさい。話は終わったか。では問おう。こたび無二の栄誉に至りし者よ、貴様らの願いは何だ。ああ、私たちの願いは、はーい、やってらっしゃい、見てらっしゃい。今日も生きのいいのが入ってるよ。今朝沖合で釣れたばっかりの大カジキ、お祝い事には欠かせないでしょ。ふう、あとは裏もやらないと。よし。すごいわ。おっと、危ねえぜ山吹さん。明日も市場やってんだから落ち着くって。いい景色だね、本当にいい景色。あんたもそう思うかい。皆が好きなところで暮らし、望んだことを仕事にする、そういう世が来たっていいじゃないか。来るよ、いつかきっと来る。あなたの願いは必ず届く。ここでなく今でなく、けれど明日の先のそのまた先に、きっとね。ああ、武蔵ちゃんにそう言われちゃなおさら諦められないね。何度だって挑んでみせるよ、願望期なんざなくたって自分の手で。いつだって私たちは生きる道を切り開いてきたんだから。